アントニオ・デ・メンドーサ・アントニオ・デ・メンドーサ・イ・パチェコは、初代ヌエバ・エスパーニャン王であり、第二代ペルー副王でもあった。第五代ヌエバ・エスパーニャン王のロレンソ・スアレスで、メンドーサは、アントニオのまたいとこにあたる。メンドーサは、今のスペインのカスティーリャ・ラマンチャ州クアダラハラ県、モンデ・ハルに生まれたが、アルカラ・ラレアルあるいは、バリアドリードの生まれとする文献もある。メンドーサ家は、 スペイン有数の貴族の家柄であり、曽祖,祖父の初代サンティジャーナ公爵、イニゴ・ロペス・デ・メンドーサは、ルネサンス詩人として知られる。父親の初代モンデ・ハル公爵イニゴ・ロペス・デ・メンドーサは、グラナダ王国の征服に参加し、グラナダ総監及びアルハンブラ宮殿の城代を務めた。1515 15年に、父が没すると、兄のルイス・ウルタードが、総監の職を継いだ。 翌年国王フェルナンドが没して、後継問題が発生すると、面倒先はカルロスを指示した。アントニオで面倒さは1526年以来、カルロス王と面識を持ち、その外交施設としてヨーロッパ各地を訪問した。1528年には、レオン州の総督に任命された。イサベル王妃は、早くからアメリカに副王を立てる意向を持っていたが、 カルロスの皇帝退官式などのために遅れた。メキシコ市教府案でスマラガからの報告によって、イサベルは1531年に再び、ヌエバエスパーニャ副王を任命しようとしたが、実際に、カルロス王がメンドーサを副王に任命したのは1535年4月17日のことだった。メンドーサは、同年11月14日にメキシコシティに入った。当時のヌエバエスパーニャには、 エルナン・コルテス、ヌエバガリシアのヌーニョ・デ・ウースマン、ユカタンのフランシスコ・デ・モンテーホ、グアテマラのペドロ・デ・アルバラードがいて、しばしば対立し合っていた。面倒さの重要な任務の一つに探検があった。面倒さは北西にあるというキビラや、シボラの街の噂を聞き、1539年に、ハリスコ総督、フランシスコ・バスケス・デコロなどに探検を依頼した。 また、大西洋と太平洋を結ぶ伝説のアニアン海峡を発見するために、フアン・ロドリゲス・カブリリオを派遣した。彼は今のカリフォルニア州を初めて訪れた西洋人になった。また、ルイ・ロペス・デビラロボスに太平洋の探検を依頼し、彼は今のフィリピンに到達した。面倒さは学校、新しい道路、病院を設立した。農業の進行も行った。 1536年には、司教不安でスマラガと共同でトラテロルコに先住民貴族の指定を教えるための教育機関であるコレヒオデ・サンタクルスを設立した。1551年には、聖職者を養成するための王立、教皇調律メキシコ大学が設立された。1541年には、西部の領土を統一するためにバリアドリードを建設した。 面倒さの知性には先住民の多くの抵抗活動もあった。スペインによるユカタン半島の植民地化は大きな抵抗にあったが、平定されて1542年にティホが作られた。1540年にはヌエバガリシアでミシュトン戦争が発生したが、面倒さ自身が大軍を率い、1541年末に反乱は完全に鎮圧された。 1542から1543年にバルトロメデラスカサスの新法が制定されると奴隷所有の権利を失うことになるエンコメンデロによる騒ぎが起きた。面倒さは新法の施行を差し止めラスカサスの試みは失敗に終わった。1545年に王室は新法を改定することになった。1545年には伝染病によって人口が激減し、 経済的にも大打撃を被った。メンドーサは病院を建設して伝染病の蔓延を防ごうとした。1540年代にメンドーサはスペイン王室のためにアステカ文明を紹介する書物の編纂を依頼した。これがメンドーサ文書である。メンドーサ文書はアステカ絵文書の中で最も重要なものであり、全部で3つの部分から構成されている。第1部は メシカの皇帝による征服史であり、第2部は各地からアステカへの功能品を記す。第3部はアステカ人の生活を生誕から死亡まで順を追って説明したもので、植民地化以前の伝統的な絵文書には見られない新しい内容である。ペルーでは内乱が続いていたため、王室は経験を持つ人間にペルーを治めさせようとした。また面倒さがヌエバ・エスパーニャに 自らの世襲王朝を建てることも懸念されていた。このため王室は1549年7月4日に、メンドーサにペルー復王への転任を命じ、ヌエバ・エスパーニャン王は、ルイス・デー・ベラスコが引き継ぐことになった。メンドーサは1551年9月12日に、リマに到着した。しかしながら、すでに病心であり、1552年7月21日に、没死した。 ペリューの統治が安定するのは、第五大福王のフランシスコ・デトレド以降のことである。ありがとうございます。